運べなくなって途方に暮れてます長井さん、これちょっと人間が持つレベルの重さじゃないですよ。まだあんだよ、だってこれの 1.5 倍は余裕であるよね。すげえ汗、ガチンコ仕入れです。で、なんだかんだ言ってほぼ T シャツ、はい、それ全部 T シャツ、そうですね、全部 T シャツしか買ってない。長井さんがこの T シャツを、はい、買います。買います。で、今白と黒があるんで、これで M、L、XL をそれぞれ買う、はい、で、何個にするかっていうことを今考えてます、はい、だから60か、トータルで60枚、うん、120バーツから130バーツぐらい、サイズによって、はい、そうですね、だから400円、500円ぐらい、500円ぐらいで買って、まあ、2000円か3000円ぐらいで売る、はい、はい、これは実は130バーツで買い仕入れられます。130バーツだから3000円、2500円ぐらいの利益ですね。いいですね。これこういうの100個売ったら20万ですよ。先生は何を買われたんですか？僕は T シャツですね。 T シャツの前から取り扱ってるやつの追加と、 あとは新しい追加したラインナップを仕入れました、はい、合計何枚ぐらい？100枚ぐらいかな。まっすぐ入れちゃいますよ。だから500円ぐらいで仕入れたやつを2500円ぐらいで販売するか、結構儲かりますよ。いいですね。めっちゃ運んでます。めっちゃ運んでます。重い。店員のお兄さんがお店の仕事終わったのに僕らの荷物を運んでくれてます。僕はこの柄の T シャツを買いました。え、これとこれとこれね。あー、 OK、これからタクシーでホテルに帰ります。これは買ったものの一部、もう忘れました何買ったか。でも今日僕多分25万円ぐらい多分買ったと思う。もう10万円以上は、あ、もっと買ったでしょ。そうですね。最後までご覧いただきありがとうございます。ガチンコタイユニューではタイで仕入れて利益が出せる商品や仕入れ先の紹介、そして日本にいてタイに行かなくても仕入れられるような方法を紹介していきます。さらに無料のメールマガジンに登録していただくと、実際に私たちが仕入れた商品を日本に持ち帰ってどんな販売方法で販売したか、そして実際にどのぐらい儲かったかということも公開していきたいと思います。長井さんの売った実績も紹介していきますので楽しみにしてください、はい、それではメールマガジンの登録よろしくお願いします。コップンカー、コップンカー。